はい、こんにちは、レトスの小野です。6月21日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。ステップバイステップ。どんなことでも何かを達成する場合に取るべき方法はただ一つ、一歩ずつ着実に立ち向かうことだ。これ以外に方法はない。このように言ったのはアメリカのバスケットボール選手で有名なマイケル・ジョーダンさんです。卓研の勉強も同じです。卓研合格を達成するために着実に毎日コツコツ勉強すること、今日は疲れたし勉強しなくてもいいかという怠け心に立ち向かうことが重要です。今日も一日頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入ります。 A が B に代理権を授与して A 所有の土地を B に売却する場合、 B が未成年者であるとき、 B が行った売買契約について A は後で取り消すことができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×ですね。結論から言うと取り消しってできないんですね。制限行為能力者も代理人になることができます。今回の問題文で言うと A さんが B さんに代理権を与えたんですね。その代理人 B さんが未成年者だったという状況なんですよ。で、この未成年者である代理人が売買契約を行うんですけども、この場合本人、代理権を与えた A さんは取り消しってできないんですね。後で取り消しすることはできません。つまりどういうことかっていうと、あなたが制限行為能力者を代理人として委任することはまずできるんですね。あなたが例えば未成年者の方だったり、成年非後見人、認知症が入っている方とか、そういった方を代理人に立てることはできるんですよ。これはなぜかっていうと、制限行為能力者って別に被害受けないんですね。たとえその制限行為能力者が間違った契約をしたと、つまり委任された内容ではないことをしましたと言った場合でも、ここポイントなんですけども、代理人が行った行為、代理人の行った契約っていうのは本人に帰属するんですね。つまり代理人が行った契約の義務っていうのがあるんですけども、今回の話で言うと売買契約であれば、売り主は土地の所有権を、買い主に移転しなければならない義務がありますよね。その義務っていうのは代理人が負うんじゃなくて本人が負うんですよ。つまり最終的には本人の責任になるわけなんですね。だから制限行為能力者を代理人として委任することはできるんです。制限行為能力者に別に被害っていうものは別に及ばない、損害は、及ばないからっていうことなんですね。結果として代理人である制限行為能力者が間違った契約をしても後で取り消しできるっていうのはおかしいですよね。これできないって話なんですよ。制限行為能力者を委任した本人が悪いんですよね。この本人、つまり今回で言ったら売り主さんが制限行為能力者をあえて代理人として選んだ、これがまずかったわけですよ。これ本人の責任ですよね。だから本人責任を負いましょうよという話です。このようにちゃんと理解していただければ、法律っていうのはある程度やっぱ理解できるんですよね。だから何でもかんでも丸暗記というよりも、ちゃんと理解をして頭に入れていくということがすごく重要です。で、短期講座でもこのように理解をしながら勉強を進めることができるように解説作っております。なので今からであっても試験まで4ヶ月ありますので、十分この4ヶ月で合格するところまで持っていくこと可能です。もし今年絶対合格したいというのであれば、短期講座ぜひご検討ください。短期講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただけます。では問2ですね。宅建士が登録の移転をした場合、その移転後の取引主張の有効期間は、登録の移転の日から5年である、丸か×かという問題です。答えは×ですね。登録の移転の日からではありません。登録移転により新しい取引主張を交付してもらった場合、有効期間っていうのは、従前の取引証の有効期間が引き継がれます。つまり前の取引証ですね。の有効期間が引き継がれますので、新たに5年とはならないんですね。つまり、登録移転前に取引証を3年間使用していたと。その場合、登録移転後の残りの期間っていうのは2年ですよね。だから、取引証は残り2年なんですよ。使えるのは。この点はちゃんと頭に入れておきましょう。で、短期講座では、登録の移転の概要と書き換え交付申請ですね。これの関連についても動画で解説いたします。ここでは引っ掛けポイントがありますので、この点絶対に注意しましょう。引っ掛けポイントについては、短期講座でお伝えいたしますので、短期講座の受講者さんは、受講者専用のメルマガから動画をご確認ください。で、問3ですね。
都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には都市計画に地区計画を定めることができる、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。地区計画を定めることができるのは、以下の2つの区域ですね。1つ目が用途地域内。もう1つが用途地域外であったとしても、一定要件を満たす区域。したがって用途地域が定められていない土地の区域、つまり2番ですね、用途地域外であったとしても、地区計画を定めることができる場合があるので、正しい記述となります。で、この一定の要件何なのって、疑問に思われるかもしれないんですけれども、ここはですね、出題される可能性は非常に低いんですね。なので、これは覚えなくても大丈夫です。独学の方だと、やはり、理解すべき部分と理解しなくてもいい部分のこの違いっていうものを、判断するのが難しいんですよね。だから、何でもかんでも理解すればいいっていう問題じゃないんですよ。今回の問題で言うと、この一定要件別に理解しなくてもいいわけなんですよね。だから、これは理解しなくてもいい。でも他の部分で、要件がすごく重要になってくる部分もあるわけなので、こういった部分っていうのはもう過去問を解きながら分析をしていくっていうところがすごくもう重要になってくるんですね。なので弊社の受講者さん以外の方は、予備校でもね、やっぱこういったところまで教えてくれるところってありませんので、自分自身で過去問を分析するということも合わせて行っていただければと思います。そうしないと無駄な勉強になっちゃいますんでね。必要な部分だけ頭に入れていきましょう。そして今開講している短期集中実力アップ講座。これは文字通りですね、短期集中型の実力アップを図るための講座になります。実際全く法律知識ゼロの中卒で元とび職の方がたった3ヶ月で一発合格した講座になります。それ以外の方でも4ヶ月とか5ヶ月といった短期間で全くゼロからですね、一発合格していただいております。でイメージなんですけども、全く法律知識ゼロの方であったとしても一気に実力を上げることができるんですね。でこれはなぜかというと、短期集中実力アップ講座で使うテキスト、問題集、こちらは理解学習ができる教材になってます。この教材を使っていくだけで理解をしながら学習できるんですね。具体例だったり考え方だったり答えの導き方、これを解説の中に入れております。なのでこれを使うだけで他に調べるってことをしなくてもできるだけいいようにしてるんですね。だからこそ短期間で実力アップさせることができるということなんですね。だから法律知識がゼロの方でも短期間で一気に上げることができるんですね。でもちろん今現状ある程度、点数取れますと、合格点マイナス1点、マイナス2点、マイナス3点ぐらい。そういった方っていうのはもうある程度実力あるんですよね。でも、ここを超えられないんですよね。この合格点までいかない。これっていうのは理解をしてないからなんです。そういった方であっても、弊社の短期講座の教材を使っていただければ、さらに伸ばすことができます。合格点を突き抜けることができます。まあ、合格点プラス4点とか5点ぐらいですね。つまり、多少ミスをしたとしても、合格ラインにちゃんと入ってくるぐらいの実力はつけることができます。一方で、ある程度勉強している方であったとしても、理解学習ができていないと、どれだけ勉強しても実力が上がっていかないんですね。この緑の線がそうなんですよ。多くの方がこうなってるんです。市販の教材とか予備校の教材とか使うのは全然構わないんですけども、そこには理解すべき内容まで載ってないから、自分自身で理解すべき内容を調べていかないといけないんですね。この作業をやっていかないといつまで経っても点数って伸びないんですよ。多くの方が過去問とか予想模試とか、40点以上取れるようにしてきます。でも本試験で点数取れない。これは日々の勉強で理解学習ができていない証拠なんですね。例えば権利関係とかだったら、弁護士さんのサイトとか法律事務所のサイト、法令上の制限だったら国土交通省のサイト、都道府県のサイト、建設業者のサイト、税金関係だったら国税庁、税理士さんのサイト、そういったもので現状調べられていないというのであれば、これはおそらくですね、理解学習ができていないと思います。なのでそういった方は注意が必要なんですよね。これからどれだけ勉強しても、つまり過去問集を どんだけ解いても、テキストをどんだけ読んだとしても、理解すべき内容が載っていないから、ここの壁を乗り越えることができないんですね。まあもちろん運が良ければ合格点達成できますけれども、結局は運任せになっちゃうっていうことになるんです。なんでそうじゃなくて、ちゃんと実力を上げて、できるだけ確実に合格したいというのであれば、ぜひ短期集中実力アップ講座をご検討ください。この動画を見ているのは3ヶ月前かもしれない。もしくは5ヶ月前なのかもしれない。いずれにせよ、ちゃんと理解学習ができれば、合格できる確率も非常に高まってきますんで。もし今年絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。そして、この短期集中実力アップ講座の具体的な内容については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。
あなたと一緒に勉強できること、そして合格発表の時に一緒に喜べることを願っています。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。